オーストリアのウィーンに来ました。おー、30ユーロどっちが増やせるのか。ギャンブル勝負、ギャンブル勝負。9と2が来ればほぼ勝ち。クローも来たし、当たるね。 Keep it to 20 for the blockみなさん気をつけてください。本当に海外の方が安全とはいらないんで、やっぱり。はい、というわけでマドリードに到着しました。到着しました。我々はスペインのマドリードに来ております。実は僕マドリードに来るのは初めてなんですよ。そうなんですね。なんでマドリードに来てるかと言いますとですね、ちょうど今日から WPT マドリードが開催されてるんですよ。うん、ワールドポーカーツアーですね。で、このワールドポーカーツアーのマドリードが開催されてることを僕は知らなかったんですけど、この間ビースバーデンでポーカーしながら携帯いじってたら、あ、やってんじゃんっつって、うん、行くかーっつって来ました。そんな軽いノリで、結構ノープランで、まあ、参加人数も多そうで、メインの場員が1100ユーロだったんですよね。しばらく僕トーナメント封印し生活を今送ってるんですけど、メイン1100ユーロだったらまあ1回ぐらい出てもいいかなみたいな。とはいえ今回はキャッシュゲームメインでやります。まあ、最後メインイベントだけ出てまた次の場所に移動しようかなというふうに考えておりますので、今回このマドリードの滞在は1週間ぐらいを予定しております。結構俺のスペインのイメージはそのスリとか詐欺がめちゃくちゃ多いってイメージがあるんで、はいはい、マジでとにかく気をつけましょう。気をつけましょう。マドリードはもしかしたらそうじゃないかもしれないけど、本当にカバンとかこんな感じでね、今これ撮影中ですけど、これ危ないですよ、はい、これめちゃくちゃ危ないってことです。というわけで早速ですけどホテルの方にチェックインしていきましょう。行きましょう。ほらお前スタース覚えてくれよ、この1週間で、うん、しかもバルセロナにこなっていく予定があるんで、とりあえず、大事なのはやっぱオラオラがこんにちはみたいな感じですか。そう、オラはこんにちは。ハワイドゥーイングみたいなのがコモエスタス。運転手さんが言ったらビエンっていうのはいい、いいよっていう。海外でうまくやっていく一番簡単な方法は現地の言葉を学ぶことです。マジで英語が通じないとかさ、はぁーってリアクションされるじゃん。英語が通じないと、はぁ、こいつあんまいいと思うんだみたいな。だから現地の言葉ちょっとだけでも覚えると急にみんな優しくなるから、ホテルこれマジだから。確かにだいぶ印象変わりますね。いや、そうだから結構やっぱね、少しだけも少しだけでいいんだから本当に。というわけでチェックインしました。イエーイ。一泊結構2万近くしました。ええー、高っ。1人1万ぐらいします。こことりあえずチェックしますか。これ、はい。おお、まあ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 普通ですね。うん、あ、まあでも4ですね、これは。ドライヤーもちゃんとあって、はい、ドライヤー風量チェックっていうのを新しく追加していいですか。お、めっちゃ強い。めっちゃ強い。かけとるやないか。自覚しないでください。じゃあ Wi-Fi チェックいきますか。これが一番大事。どうだ。おー、ほいよ。いいねー。めっちゃいいやん。変わらんくないですか。てか日本の俺んちより早い。宿泊費の8割Wi-Fi だよ。まあちょっと一泊2万高いなとか言ってたけど、Wi-Fi で1万ぐらいカバーしましたこれ。金の隠し場所むず。このホテルはちょっとなさそうだな。トイレの底は開かないか。まあ、あるよね。ここに薬とか入れとくやつね。あと裏をついて金庫の裏に置くっていう手もあるんで、あえて。もう金庫はでも動かないようになってますね。ちょっと金庫動かないならいいんじゃないですか。ちょっともうマスターキーがある。いや、そうなのよ。まあ持ち歩く危険度が5段階中3だとしたら、はい、ここに入れとく危険度は、まあ、1はありますね。2あるかも。下手したらそんな国嫌なんですけど俺。なんでこんなに転々としてるんですか我々は。お、ヨーロッパを気になっちゃったそれ。はい、なんでだと思いますか。当ててみよう、みんなも一緒に。あ、わかった。どうぞ。どこの国の女性が一番可愛いのかを。おーい、おいおいおいのすけ。これ正解はですね、はい、まあそれはもちろん横澤チャンネルを見ている視聴者さんのためですよ。おー、やっぱ見てる側としてはさ、いろんな国とかおもろいかなと思って。そうですね、同じところでキャッシュゲームやってても。いや、そうなんよ。っていうことですよね。そうなんよ。一応それだけが理由じゃなくて、まあ、一番俺にとって大きなモチベーションが続く。違う国に行くとやっぱりまた新たな人たちと新たなカジノでやるから、リフレッシュできてポーカーするモチベーションが湧くっていうのはまあメリットの一つかな。まあ、あとはあれだね、今回は情報をやっぱり得られるっていうところがでかいかなと思って、行き見たらめっちゃ良かったってところいっぱいあったのよ、横澤チャンネル。ただダースとかもそうだし、ヒューストンとかもそうだし、なんかこんないいポーカールームあるんだみたいなのってたまにあるよやっぱり。でこういうのって結構調べてもマジで出てこないのよ。行かないと分かんないの。結構この横澤チャンネルでいろんなカジノのポーカールームの情報をこうやってお届けできてるのはすごい正直価値があることだと思う。あといろんなご飯が食べれるっていうのもメリットありますね、僕的には。それですね。ちょっとあるな。まあ、そんなマドリードの滞在も今日から始まるわけですけど、うん、ちょっと冷蔵庫に入ってる飲み物 2.5
も仕上がってムカつくからちょっと買い物しに行きませんか。あ、確かに行きましょうか。なんでこの時間にみんなスーパーで買い物してるの。え、やば、ダマルの英語が来てる。マジで安っ。しかも59ユーロだよこれ。日本で買ったらこんなん3万とか出るだろ。じゃあこれ買ってみますか。はい、美味しそう。ハムです。値段はね、36.20ユーロ。結構な値段します。結構買っちゃいました。何が入ってる。コーラゼロ1本 1.25 ユーロ。結構高いね。パタタスバブラコーラ、なんだそれ。ボンボンポラズあ、水は安いよ。500円くらい、あれお買い得や。そんなことない。え、何それ。ロンチアドジャモス。ハムだ。ハムハムだった。ロンチアドジャモンが18ユーロする。最低の半分ハムや。2500円の生ハム。そうだ、勢いよく余って買ってしまった。はい、いただきます。はい。うまっ。おいしいですか、やっぱ。えぐ。2500円の味しますか。これはうまいわ。スーパーで売ってるレベルじゃないわ。マドリード初日は、2500円の生も食って終わりということで、はい、また明日ポーカーでお会いしましょう。お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ。はい、というわけで、こちらハジのグランビアに到着しました。はい、見てくださいこれ、街中ですよ。本当だ。僕も初めてのカジノなんで、ちょっとカジノの中はどんな感じか行きたいと思います。行きましょう。行きましょう。How many seats do you have for 25 yen? 25 now, two tables. Two tables? I have two places. Two places? So we both can play. Oh, 25 is already rushing. Thank you very much. Okay. 25 yen, 3人とも座れたので、楽しいね。軽く行ってみようと思います。はい。このポーカールーム。はい。やばいです。さあ、皆さん何がやばいのか、ちょっとこの後の映像で当ててみましょう。はい、まあ、わかんないですよ、これ。ボタンがあそこですよ、ね。はい、あの人がボタンですよね。はい。あれ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 はい。どこからアクセスすればいいはい、これあのね、逆回りですね。反時計回りにブラインドが置かれて、反時計回りにアクションがするっていう。結構あるんですか。マドリードだけらしい、世界で多分マドリードだけ。トナメはしかも普通の回りらしいよ。トナメだけ、トナメは普通回りで、私こっち回りだから絶対間違えるよね、みんなアクション。慣れましょう、頑張って、はい。買いましょう。どのぐらい負けた。あら、972負け。はい、というわけでただいまの時刻は夜9時なんですけども、約3時間半、キャッシュゲームをプレイしてやめました、はい。お、短い。短いですよね、うん。なぜならば高が辛すぎるからです。そんな辛かったんですか。えぐ辛だね、まあ、少なくとも人生で言ったら5点の中では一番辛いね。そうなんだ。あのベガスの1020とかより全然辛かった、まあ、レベルとしてはベガスのまあ4080とか100-200くらいのレベルだったから大体。もちろん実力で言ったら俺の方が上なのかもしれないけど、もうライブのキャッシュゲームでこのぐらいの実力差だったら全然時給は出ない。なぜなら霊気も高いのよ。霊気込みで考えたらもう全然ダメって感じ。どうしよう、1週間。どうしました。ちょっと予定変更まであります。早めに切り上げてバルセロナ行っちゃうとか全然あると思う。ちょっと気を取り直してまた明日からやろうとは思いますけど、もう怪しめです。とりあえずコリアンバーベキュー食べに行きますか。俺はちょっとマックが気になってるな。ええあ、なんかね聞いてよ、ステーキバーガーっていうのがなんか人気なお店らしくて、トリップアドバイザーであの美味しいご飯屋さんランキングみたいなの見たら、ステーキバーガーが5個ぐらい連続で入ってて、大人気じゃないですか。ステーキバーガー行きましょう。行きましょう。このバーベキューバーガーとナチョスとイベリアンハムコロッケ。うま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 。飲みすぎな気もしますか。Thank you。見てくださいこれ。何これ。いただきます。まるで、はい、ステーキをハンバーガーに入れたかのような。そのまんまや。デリシャス。クロケットもいきます。クロケット。いただきます。超うまい。うわ、コロッケが一番うまい。本当にそんなことあります。食べてみて、これマジでうまい。いただきます。うまっ。これめっちゃうまいよね。うまこれが一番うめい。うまい。
おはようございます。おはようございます。マドリード、まあ、事実上の2日目、はい、ただいまの時刻はなんと夜9時ということで、うん、めちゃくちゃ寝てました。長旅の疲れがやっぱり出てるんでしょうね。確かに。今日もじゃあ頑張っていきましょう。頑張りましょう。グッドラック。グッドラック。You have guts? Sorry guys, sorry, I'm so sorry. Oh. I fought the flowers. I think I call with sevens. Yeah. You think he call with ace 10 suited on flip-flop now? I think he got four. I'm not fully お疲れ様です。この箇所は6時にキャッシュゲームが終わるらしくて、はい、強制終了になりました。うん、約7時間プレイしたわけですけども、勝ちましたか、ソータ君は。僕はちょい勝ちぐらいですね。プラス100ぐらいです。おお、よかった。レベルはどうでしたか、ゲームの。意外と良かったですね。ああ、悪くない。うん、レガスのワンスイート比べたら。同じぐらい、か、ちょっとレベル高いぐらい。どうだったんですか、横澤さんは。横澤はね、タコ勝ち。え5-10 で1500ユーロぐらい買って、はい、その後2-5で1600ユーロぐらい買って、トータル3100ユーロ買って。やば。メイクの選手。バカ勝ちですね。今日俺すごいの降りたのよ、一回、すごいバカ勝ちしてるんだけど、はい、バツの可能性が一番高いと思うんだけど。なるほど。降りた後に周りに散歩系降りたって言ったら、みんなが絶対降りた方がいいって言ってた。あ、そうなんだ。周りのプレイヤーみんなして、そういうプレイヤーだったんですか。絶対テイクアッツしかないからみたいな。それを降りたことによって今日3000ユーロ買ったっていう考え方が濃厚です。ちなみにレベルなんですけど、はい、思ってるより悪くなかったんだよね。あら、意外と。5-10 もまあ結構良かったかな。うん、まあ、ベガスの 5-10 よりはちょっと辛いぐらいかなって感じです。2-5 もベガスの 2-5 よりはちょっと辛いぐらい。まああとはちょっとキャッシュゲームが思ったよりもいいんで、トーナメントどこで出ようかなって逆に今悩んでる。ああ、確かに。まあでも良かった。なんか安心した。俺すごい今日一日。稼ぎ時ですね。稼ぎましょう。はい。一気。おはようございます。おはようございます。マドリード3日目ということで、はい、そろそろですね、エリアパスをゲットしないといけないです。あ、そうですね。あー、
Please come in. No, like we came here on Monday, but you know, somehow we couldn't be, you know. Okay. Somehow. I was always looking for you, but you know. Hi, nice to meet you. I'm Pinky. Oh, Pinky, nice to meet you. Pinky. How are you? Very good. Are you playing tomorrow? Yes. Nice. I'm in the media room. Yes. Okay, I will give it to you now. Thank you. Let me give it to you tomorrow. Okay. But fine. Everyone knows you're going to be here. Okay, okay. Are you leaving now? Yeah, okay. Yeah, we're gonna play cash game. Okay, all right. Yeah. Good luck. I'll see you tomorrow. Yeah, see you tomorrow. Thank you. Thank you. Bye bye. みんなフレンドリーでいい人ばかりですね。これいい人ばかりですね。OK、ではグッドラック。グッドラック。今ドライブの時刻11時10分で、あと50分で日付が変わるんですけど、どうしてもあと50分で、ね、僕200キロカロリーちょっと消化しなくていけないので、ちょっとディナーブレイク取ってちょっと走ってきます。今毎日ノルマを設定してて、はい、4日ごとにノルマを設定してるんですけど、はい、達成できなかったら1万円寄付するっていうルールでやってます。どこにですか？なんか赤十字とか、あ、なるほど。不況なき医師団とかに、はいはい、もうすでに結構俺2万5000ぐらいでもうすでにやばすぎ寄付しちゃっててやばいんですよ。ちょっと一回外出てカロリー消費して持ってきます。では行ってきます。はい、頑張ってください。走ってきました。お疲れ様です。デスカルサスレアレス修道院に行ってきました。見てください。あ、写真撮ってきてる。本当だ、証拠が。証拠。というわけで20分走ったことによって、はい、今日のノルマ達成して、クリア。おめでとうございます。この4日間を乗り切りました。次の4日間が今日から始まります。今日も昨日もほぼ何も食べてないです。確かに食べてないですね。無事にあと30分したらですね、日付が変わるので、はい、カズマのご飯食べようと思います。あ、早速。よだれが出そうですね。お疲れ様です。外から先に撤退ですか？先に撤退です。どうだったんですか結果は？結果は292ユーロ勝ちです。すごい。プラスとか安定してますね。510で700ぐらい負けて、うん、25で700ぐらい勝ってるので、うん、ちょうど半分ぐらいかな。ちょっと勝ってるかな。明日は浜辺に出ようと思ってるので、もうついに付き合っていただきますので、もちろんよく休んでください。はい、お疲れ様です。明日も頑張りましょう。3時間で